これは里芋の葉っぱ。ここに水滴を垂らすと、水滴が葉っぱの表面を滑るようにこぼれ落ちる。里芋の葉はとても強い撥水性を持っているため、水滴がきれいな玉のようになり、このような動きをするのだ。この撥水の原理を模倣して人工的に作られたのが超撥水材料だ。左は普通のガラス板。ガラスは浸水性を持つため、このように水が広がってしまう。しかしこのガラス板に超撥水剤をコーティングして水滴を垂らすと、里芋の葉と同じようにきれいな水玉になる。次に一部分だけコーティングされていないガラスを用意した。コーティングされていない中心部は浸水のままだ。ここに水を流すと、水は撥水コーティングされていないところにとどまろうとする。さらに応用して、撥水と撥水でない領域をこのようにジグザグのパターンで分けてみた。このパターンのここに水滴を置く。すると一体どういうことが起きるか想像できるだろうか。ではやってみる。右から左へ水滴が移動する。もう一度置いても、確かに移動する。ジグザグのパターンにより、左右で撥水性に差が生まれることで、水滴に右側から押されるような力が加わり、滑るように移動するのだ。この撥水を用いた液滴輸送は、微量な液体を移動させる技術として医療現場などでの活用が期待されている。自然から着想を得て生まれた科学技術に新たな発想が加わることで、新しいものが生まれる。未来の科学者たちへ、ニムス。